どうも、こうちゃんです。で、今回の動画は、神戸シリーズプレスの動画でやってみたいと思います。で、ポスターも出てくるんですけど、実はこのポスター、新規のほうが1年会になるということで、料金がめちゃくちゃ安くなるんですね。なぜ安くなるかというと、人気表を見てみましょう。で、三番目駅っていうのは、新神戸駅の下側なんですね。はい、東駅と東駅というところが三宮駅です。5月まで料金というと、三宮から谷亀前の料金というのが、550円、めちゃくちゃ高いんですよね。で、6月以降となるということで、料金が480円、めちゃくちゃ安くなるんですね。で、同じ料金というと谷亀ではなくてイタリアの前の料金ですね。ポスターも6月1日から19日の路線が1年間スタートですね。下の料金が定期券料金と表示されています。今回は
叩いて